のことよねねだってまだそんなだってお年じゃないんですからそう,、ねはい、そ,うそれなのに結構もうデビューしたと同時にいろいろと大胆な自分のその演技の中で NG ワードみたいなないわけですよね。ないですね私だって最初になんていうのヌードになっちゃうとか。はい そうですね。あの初めてやった主演映画で、あのすごいちょっとキャラクターがあの性に奔放なキャラクターの役で誰とでも寝てしまうっていう繊細なコラージュニストの役だったんですけれども、あの彼女はその自分の親友の女だと。大丈夫今手ぶつけちゃいました。痛いと思っちゃいまよくやるんです。はい。ごめんなさい。話の場所。結構慌わせだらけでもおちゃもちゃい。 うそうです。あ、でそのあの自分の親友の女の子のことが本当は好きで、まあ女性同士のそういう性的なシーンもあるうん、うん、結構あの難しい役だったんですけれども、うん、まあでも自分の中で裸とかは別にまあ衣装の一部だと思ってるので全然そういうのは NG じゃ裸が衣装の一部。むしろなんかその時そオーディションで、うん、あのその役もらったんですか、それともそうですねあのオーディションというかワークショップがあってその荒井春彦さんという方の。 脚本家さんのお父様なんですけれども、うん、のワークショップを受けた時に、うん、あのこの役どうだってこうお声がけ頂い,いてうん、うん、それがきっかけで、はい、主演に抜擢していただきました。なるほど、うん、裸も衣装の一部って、うん、じゃあ自分の中では縄田さんの中での,その、うん、女優としての NG な部分って何がなんかある NG、あの裸でいうとその性を売り物にした裸は自分の中では違うかなと思っていてその作品の中でその裸であることが一番のベストというかここで裸にならなくてもいいのに裸になってるよねっていうのは自分の中で許せなくてそういう作品はいくらその話題性があったとしても。 自分の中では出れないなっていうのがあって、うん、そこがそこで裸であることが必然っていうか裸であることが当たり前に流れている作品だったら、自分は NG ではないっていう NG じゃないなんですけれども。うんうん、なるほど。はい。私一回ここでキスシーンになると思うんですけどしたら、ああダメダメダメ、キスはダメとかって私一回言っちゃってまだ結婚前だったんで。<laughs> なるほど。あ、うん、<laughs> キスはとかって言っちゃったけど。うん まあ、よく考えてみたらアメリカと日本のなんかこうあの3世か何かの役だったから<ー>この最後のだ大好きな人との別れっていう時に、うん、もしかしたらこう抱き合ってキスしてってもうまたか戻ってくるんですよぐらいのことはあったのかなって後で思うとあれだったんだけど、うん、単純にキスっていうことに対して「<laughs> ダメまだ結婚前だし」とかって <laughs>、うん、<laughs> って簡単に NG 出したことがあるんですけど。なるほど すごい思ったのがその、うん、裸になることって結構勢いでできちゃうんですけれども。